どうもラウンズでございます。はい、今日は、まあ、今からの時期使うと思うんですけどね、ということで、まあ実際にはちょっと前に買ってました。開封は最近っていうかやっとなんですよね。はい、これドン。はい、こんな感じでね、電気ケトルを買っておりました。なかなかね、寒くならないから、開封しなかったっていう、買ったのはちょっと前なんですけどね、やっと開封しましょう、しましょう。うん、あのね、今年涼しくなりそうで、なかなか涼しくない。まだ今まで半袖だからね。まあ暑がり屋っていうのもあるけど、あとね、照明焚いてるので、実際暑いのは暑いっす。暑いっす。じゃあ開けていきますか。まあ、ケトルしか入ってないですけどね。カラーはもう箱の見た目と一緒で、黒いやつ買いました。そこにはなんかこんな感じで、一応型番っていうか、型が入ってますね。で、これが説明書になります。買ったのはですね、このジャスティンプラスっていうやつですね。型式が書いてあるこのこれか、ジャスティンプラスカカオブラック 1.2リットルで、KO3408JP ってやつですね。これこの袋は何、コンセントが入ってた、なんかこれ使った跡があるとかそういうわけじゃないよね。なんかこれなんか使った跡っぽくない、これそんなことはない、うん、まあまあいいんだけど、あ、これ裏もあれしなきゃいけないのか、これ自分設置をしなきゃいけないの、こままたらあのここのさ上はみ出ちゃう、傾いちゃう。説明書でね、これね、コードをセットする的なのを書いております。とりあえずちょっとこれ通りやってみましょう。これ曲げてセットするの、こんな感じで、ここをこう引っ掛けただけなんだけどね、こんな感じで OK で、本体を出す。でかい 1.2 リットル実際にはね、まあ作ってもカップラーメンかなって思うから、そんなにでかいっていらないんだけど、まあなんとなくかっこよさで選びました。これどうやったっけ、開こうか。あー、なんか新品の匂いする。わかるかな、このプラスチックとか、なんかこんな下ステンレスっていうのかな、とあとなんかこの注ぎ口のここのとこに、あの、なんていうんだろう、フィルターがあるって、で、あー、わかるかな、この新品っぽい匂い。まあ当たり前だけどね、あの初めてケトルを使用する際は念のため2、3回すすいでからご使用くださいということでございます。ということで、ちょっとこれをすすいでいきます。すすいできました。2回すすいできて、軽くね、水を入れてきました。わかるかな、500、とりあえずね、ラーメンを食おうと思うんで、とりあえず500ね。ラーメンは 400cc なんだけど、400ってメモリないんで、とりあえず、500沸かしたいと思います。で、あとはもう、あとはこれコンセントを挿して、この後点検スイッチかな、うん、買っちゃうんじゃないんだ、あ、オートだ、オート、お湯が沸騰すると電源スイッチは自動に切れますと。おお自動なんだね、今。なんか昔ね、なんかケトルってなんかこう手動ってイメージなんだけど、まあ、イメージだけどね、持ったことない、買ったことないから知らないけど、とりあえず、お湯が沸くと、自動でこのボタンが、切れるそうです。はい、今水を入れた状態でございます。水はね、ほら 0.5 まで入ってるのが、ご確認できると思います。で、500沸かすのにどれがかかるのか、
といったところですね。とりあえずパッと説明書見た限りどれぐらいかかるとは書いてなかったんですけど、実際にまあ500といえばちょっとね、とりあえずお腹空いてねラーメンを食おうと思うんで、これ400でいいんですよ、お湯ね400でいいんだけど、400ってメモリがないので、とりあえずね500沸かしてどれがかかるかと試してみようと思います。まあスイッチ入っておりません。じゃあ行きましょうか、ストップウォッチをね用意しましたので、どれがかかるかやってみましょう。行きますよ、せーの、よいしょ、カチャッとってね、入った入った、入ってる入ってるね、オレンジ光ってる。はい、そして多分ねちょっとかかるんで早送りしましょう。まあどれぐらいかかるか、楽しみでございます。はい、ではね早送りです、どうぞ。はい、ね、今音聞こえるかな、なんかボコ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 も言ってるね、ジューっていうのが、お早えな、今1分48、40、50ジューってね、音してます。うん、もういい、ほんとね、びっくりですね、こんな早いんだね。もうボコボコなってますね、ボコボコ3分、ボコボコなってますよ、ほら。お、沸きました沸きました、ちょっと遅れたけど多分2、3秒早いから3分24、5秒ぐらいかな、で、もう沸騰しましたね。まだボコボコなってますけど早い、こんな感じでございました。いいっすね、いいっす、早いっす。お湯が沸きましたので作りますか、先に作っとけよちゃうんですよね。どんぐらいかかるか気になってたからね、初めて分かったから今これ食べてみて、お湯が冷めちゃう、冷めちゃうね、冷めちゃう。いや、ラーメンといえばやっぱこの三宝の焼き豚ラーメンでしょう。知ってますかねこれ、もう伝説級だよね、美味しさ昔からあるのよ。何があったんだっけ、三宝焼き豚と召し上がりないスープ入れて、オッケー、これちょっと1000よりです少なめの方がで、これね、この油ね、調味油っていうのかな、これをね、これなんか油の塊だからこの上に置いて溶かすと、生姜温めなくていいや。はい、これで3分待つと、3分待つのにはストップウォッチを使うと、ちょっとずれたけどね、なんかね、普通のケトルよりなんかジャスティンプラスの方がなんかね名前からして良さそうなんで買ったんですけど、正直実際のところ何が違うか分かんないんですよね、あとなんかいろいろ白っぽい色とかあったんですけど、まあ汚れ目立ちにくいし黒がいいかなと思って、今回黒にしました。はい、あとねちょっとね多分初めて沸かしたからなのか、なんか若干、なんだろう、なんかプラスチック臭いというか、ちょっと匂いましたね。そんなに匂いないですけど、なんかふわっと匂ったぐらいです。もう今はそんなにないかな、
若干、プラスチックのこのふわっとした匂いがするんで、多分ね、まあ何回かしたら取れるんじゃないかなと思います。だから気になる人は多分ね、これほんと初めて沸かしたからあれだけど、気になる人は何回かお湯入れて3、4回とか沸かした方がいいのかもしれない。ただ多分匂い取れると思います。ちょっとね、もうラーメンができますね。作りましょうか。作りましょう。箸がね、たったお菓子とか準備してたはずなんですね。はい、これね、油が溶けました。ありがとうございましょう。はい、こんな感じで完成しました。これがね、うまいんすよね。はい、ということでね、ちょっと軽くお昼ご飯を食べて、元気をつけたいと思います。皆さんもね、ぜひこれ買ってみてください。あとね、冬だとコーヒーをね、入れるのに便利かなと思います。まあこの半分ぐらい入れればちょうどいいかなとか、まあちょっとメモリがないからね、やりづらいっちゃやりづらいんだけど、はい、ということでございました。ではね、いただきます。はい、今回もご視聴ありがとうございました。またね、食べるから、じゃあね。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。